リアルスプラトゥーンやってみたー。おおお、なんだこれ、やばくない？ああ、いいよ色だ、いいよ色、いいよ色ってなんだお前。いいんだって、突っ込むのきいんだそこは。そうかい、ゴー。うわー、やべー。どうも花子です。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、やってまいりました。今回の企画なんですけども、リアルスプラトゥーンやってみたー。今回やばいですよ。やばいかい。ああ、今回かなり楽しみ。スプラトゥーンの新作が出て、はい、めちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。スプラトゥーン3ですね。もう社会現象を巻き起こすぐらい、今まで一番すごいって言われるぐらい流行ってるんですけど、はい、まあ、僕らもゲームチャンネルあるんで、うん、スプラトゥーン実況しようかなとも考えました。はい、正直そんなに流行ってるんだったら、うん、いやちょっと待てよとそれじゃあ一緒じゃないかと。はい、みんなやってるぞと。うん、違う。今回は、実写で、リアルスプラトゥーンやっていきます。やっちゃうのかい？やっちゃいます。ちょっと早速、物も用意してるんで、見せますね。はい。おぉ！おぉ！なんかでかくね？これ、やばいよ。いくよ。うん。せーの、ドカン。なんだい？なんだよ、これ。やばくない？もうほんと、スプラトゥーンの銃。今回これ使って、これ水鉄砲のやつなんですけど、うん、水じゃスプラトゥーンじゃないでしょ。まあな。スプラトゥーンといえば色ついてるよな。インク。インクだよね。インクも買ってきました。なんで今回これに入れて飛ばすのは水じゃなくてインク。これで僕と沖本で打ち合って、ああ、本当にスプラトゥーンの勝負しようかなと思います。今回気合入ってんでしょ。気合入ってます。やばい、めっちゃ楽しみだもん。ああ、で、最後に色の濃かった方の勝利。はい。パッと見で。うん。ちょっと開けてみますか。こっちピンクと緑かな。俺緑だな。いや俺が緑だ。ダメだ。ダメだ。俺が緑だ。ダメだ。お前には優しくね。絶対ダメ。気持ち悪い。よしよしよし。これマジでかいからね。でかいよね。こんなみ、あの水鉄砲ないぞ、なかなか。ああ。いいね、かっこいい。ちょっと構えてみてくれよ。どこに構えてんだよお前。ダメだべや、それだったら。ここでチャージして、まあここを開けると水が入れれると。そうこっからで、これが全部タンクだから。いや多いな、めちゃめちゃ入るよ。これよ。いやいいね。やばくない？そ、二丁拳銃いいな。これ強そうだね。うん。で、用意したものこれだけじゃないです、もちろん。じゃじゃんと、こちら、スクールガッシュ。一体なんだよ、これは。これはもう見たまんまだ、なんだけど、うん。蛍光色のインク。話によるとよく学祭とかで使うらしいね。あ、そうなのかい。うん、らしい。まあ、これが、この色しかなかったからこれなんだけど、うん。他に、絵の具で、黄色。はい。緑。もうこれは絶対入れたかったんだけど、うん。僕の大好きな。紫かい。紫。プラス、スプラトゥーンと言ったら、この銃だけじゃないんですよね、実は。武器が。そうだね。なんかローラーみたいなやつだったり、うん、あと何あるっつったっけ、ほうきみたいなやつ、ね。ほうきみたいなやつもあるらしくて。はい。じゃあそこも再現しようということで。うん。はいはいはい。水風船。いいんじゃないかい。これにインクを入れて、水の代わりに。うん。ぶん投げてバシャー。これ強くない？強いわ。これやばい、ね。なんかあるんだよ、爆弾みたいなやつ。あ、あるんだ、ほんとに。うん。じゃあちょっとこの道具で早速お風呂場行って始めていきますか。やっていきましょう。さあ、行くぞ。はい、ということで、やっと準備できました。はい。今準備して、見てください、これ。やばくない？やばいな。この色、近くで。いやー、綺麗だな、ピンク。ピンクと紫。ああ、いいよ、色だ。いいよ、色。いいよ、色ってなんだ、お前。いいんだって、突っ込むのきいんだ、そこは。そうかい。しっかり入ってんでしょ。やばいよ、これ。やばいね。これ、一人三つ。三つ？正直。オッケー。好きなタイミングで使ってください。わかりました。いいんじゃない？やばくない？いいよ。より多く自分の色に染めた方の勝ちです。うわ、怖いな、これ。何してもいいんですよね。何してもいいんですよ。オーケーです。はい。
だからやる気なくしたわ。何してもいいんだべ、何してもいいんだ。こっからもう始まったやつだから、始まってからやれって。今始まりのあいつだべ。ぶつかりもう始めるかい。リアルスプラトゥーンスタートです。ここが僕のハザードスカイ。さあ始めていきます。ちょっと今2人立ってみたんだけど狭くね、これやばいよ。近すぎないか。もうこうだよ。とりあえずこの中のタンクがなくなったら終了。3 2 1。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃん。